こんにちは。デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのは、このスマホ用ジンバル。健康的な扱いのモザというブランドの中で、一番ベーシックなモデルとして登場しました Nano SE をご紹介いたします。ジンバルという製品ですが、スマホで動画を撮るときにブレがない、滑らかな画像を得るためのもの。 いいううこことでこういったものを使うわけなんですがもちろん、このスマホじゃなくって、ハイエンドの一眼レフとか、ビデオカメラ用というものもあるんですけども、まあ、今、一番お手ごろなのは、このスマホの映像用ということで、で、この7 SE ですが、他のスマホ用ジンバルと違います。他のスマホ用ジンバルで多いのが、三軸式というもので、左右の回転と上下、そして傾きという。 三軸を調整するというものが多いんですが、このタイプ、やっぱりお値段、ちょっといい値段してしまいます。そこで、このモザナノ SE は、一軸式。回転軸を一軸に限定することで、お手頃価格と、小型、軽量ということを実現したモデルなんです。それでは、このモザナノ SE の簡単なリーフレットを参考にしながら、 この製品を解説していきたいんですが、キャッチフレーズはこれですね。簡単セルフィージンバルということで、自撮り棒のように使えるという、非常に身近な感じで使えるというジンバルです。手持ちと違って、一軸のモーターでスマホをまっすぐ水平に保ってくれるから、綺麗な写真や動画を撮ることができるというものですね。 ラインナップは今回原品でご紹介しているこのグリーン以外にブラックのモデルもあります。そして、ナノ SE のサイズですが、軽量コンパクトというのが特徴ですね。ナノ SE の重さはわずか 250g ということで、この片手で持つことができるサイズ。 折りたたみ状態ですね。これ今このように、この字型に折りたたまっている状態ですけども、片手で持てるということです。で、250g と軽いんですけども、対応するスマホはと言いますと、最大幅 90mm、9cm の幅のものまで対応ができて、対応する重量が 280g までモーターで支えることができます。そして、 縦向き横向き簡単切り替えということでご案内ありますけれども、これ、ワンボタンでモーターで縦位置横位置が瞬間に変えられるという特徴もあります。一軸のジンバルモーターで安定した動作がするということですね。そして、ポールを伸ばしてもっとワイドに撮影ということなんですが、このナノ SE、ここですね、延長棒になっているわけです。特に、 ロックがあるわけじゃなくて、そのまま引き出していく、ラジオアンテナ式といいますかね、アンテナ式、そのまますーっと伸びるタイプの、こういった伸縮棒という方式になっていて、最大、この伸縮ポールの部分が66センチまで、4段式で伸ばせるということです。自撮り棒的に使うときに、これだけ距離が離せると、たくさんの人数を入れて取ることができますね。 そういったことで、あと高い位置からも取れるということで、低い位置からも取れますし、構図の自由度が高まるというポイントがあります。そして、このナノ SE の一軸のモーター部分ですが、1回の充電で10時間使えます。充電自体は、この折りたたみ部分の外側に USB のタイプ C の端子がありますけれども、ここで充電をして、 10時間使うことができるということです。後ほど詳細な紹介をいたしますが、このジンバルとしてのモーターとの動き以外に、アプリとの組み合わせで、Bluetooth で通信することで、リモコンでズームとか、録画の開始ストップ、そして縦位置横位置の切り替えということが、このリモコン。このコントロール部分、実は簡単に取り外しができますから、これが、 10時間、Bluetooth の連動で使えるということになりますので、10時間のパワーが持つということは非常に重要かと思います。そして、手で持っている10時間こうして使うだけじゃなくて、この、えー、取っ手部分ですね、ハンドル部分が三脚になるという特徴がありますから、これをそのまま下に下げると、あ、こう上げるとですね、延長部分を上げると、 こうしておいて使うことができるというわけです。そしてこの Bluetooth リモコンなんですが、このようにプラスとマイナスと M のマークのボタン、そして赤いマークのボタンと4つのボタンがあります。このボタンの意味なんですが、Bluetooth でスマホと連動することでプラスを押すと、ズームが望遠側に そしてマイナスを押すとズームが広角側に動くということです。赤いボタンはスマホの録画のスタートと停止。写真のモードだとシャッターということで使えます。そしてこの上にある M ボタンですが M ボタンを押すと縦位置横位置が瞬時に変わるというボタンです。このシンプルな4つのボタンのリモコンが着脱式で使えると。 というところがポイントなんですね。そして、スマホであらかじめ、このモザの NANO SE を使うときには、ここにあるモザジーニーというアプリをダウンロードしていただくと、ずっと使い勝手が良くなります。というか、このモザジーニー必須のアプリですね。これを使うことで、 ナノ SE と連動していろんなリモコン操作ができるということです。あらかじめこのモザジーニーのアプリをダウンロードしてからナノ SE を取り付けるということをしていただかないといろんな機能が使えないということになってしまいます。それではナノ SE の電源を入れていきたいと思うんですがハンドル部分を三脚にした状態で これでスマホをこのように取り付けますまだバランスが取れてないのでこのようにぐるぐる回っちゃいますがある程度はバランスは取っていただいた方が後々いいとは思うんですけども、まあ、これぐらいぐるぐる回った状態でもこの横のボタンですね電源ボタンここにありますからこれを押し込むと電源が入ってこのように画面が水平に保たれるというわけです そして電源を入れると、ここに Bluetooth の青いマークが点滅します。はい。こういった具合で画面の片隅に Bluetooth マークが点滅しますから、これを押すと、画面の真ん中に NanoSE の文字が出て、接続装置が出てますから、この緑の接続を押します。そうすると、接続しますということで、うまく接続できると、 ここにデバイス接続成功という文字が出ますから、この文字もご確認ください。このリモコン、付けたままでももちろん使えるんですが、このように外しておいて、プラスの方向のボタンを押すと、このようにズームが望遠側に動きます。そして左側、マイナスのボタンを押すと、ズームが広角側に動くということですね。そして赤いボタンを押すと、録画が開始されるということですね。 そして終了時はもう一遍押すと録画がストップということです。次にこの赤いボタンの上にある M のボタンですね。これを押すと横位置が縦位置に変わりました。横位置と縦位置を瞬時で変えるときに使うのがこの赤いボタンの上にある M のボタンです。これで自撮りをしているとき横位置と縦位置。 棒を伸ばした状態、手で触れない状態、あるいは三脚に立てて離れた状態でも縦位置、横位置、手元で一瞬で変えることができるというわけですね。もちろん縦位置にセットしたものをもう一度横位置にセットし直したいときは M ボタンを押すと瞬時にまた横位置に戻すということができます。なお、このリモコン単体でもカメラの機能、 スマホのカメラのアプリを使ってシャッターを切るということはできるんですが、その時に、Bluetooth の発生元はこちらの NanoSE 自体なので、NanoSE がないと Bluetooth では通信ができないということになりますね。NanoSE を一遍切ってもう一遍電源を入れたりすると、これで設定から接続、Bluetooth のデバイスをここにある NanoSE というので選んで、 ペアリングをするということをするとこのカメラアプリの時にシャッターを切るということができますこの Moza のナノ SE の面白いところは MozaGenie との併用でできることが多いわけですね Bluetooth を今一度ペアリングし直して 機能を呼び出しますと、ここの画面の上のののところに M のマークがあります。画面の右上、ここに M のマークがあるんですが、これをタップするとマジックモードというのが機能します。そうすると、このようにさまざまなテンプレートが出てきます。まずこれ、街散歩というテンプレートですね。次に、クイックビューテレポートという このスタイルだったり、あとは休暇ホリデータイム。まあ、こういった、あらかじめテンプレートがありますから、テンプレートを採用するだけで、今、セルフスティックを直立させてくださいとありますけども、これは15.2秒間、これです撮影をしろということですね。レディーゴーって言いましたけど、こうで、まあ今、映ってるものがないんですけども、こうカメラが回転しながら自動的に撮影してくれるということで、かっこいいビデオが、 もう簡単に撮れちゃうということです今回ご紹介したこのモサの NANO SE 軽量コンパクトお手頃価格ながらジンバルならではのいろんな撮影機能が楽しめるという1台です是非チェックしてみてください